さあ、時刻はお昼の2時30分を回りました。FM 小ザをお聞きの皆さん、こんにちは。この時間は、めぐみ館のフリーダイフ2をお届けいたします。お会いいたは、私、めぐみ館こと、池城めぐみです。さあ、3月31日木曜日、2時30分です。いやー、もう3月が終わりますね。年度末ね。 もう皆さん忙しい方も多いんじゃないかなどうなんでしょうかどういう感じでね、ラジオを聴いてくれてるのか。まあまあまあ。いいでしょう。<laughs> この番組はですね、えー、皆さんとゆったりまったりおしゃべりしていこうという番組なんですけれども、ちょっと最初ね、えっ、ー、と、聞いてる方はわかるかもしれませんけれども、ちょっとね、 鼻声なんですよね。申し訳ないです。ちょっとね、お聞き苦しい点もいくつかあるかもしれませんけれども、できる限り、はっきり、ゆっくり <laughs>、喋っていこうと思いますので、なんて言ってるのみたいなのね、あの、まあ、クレームも <laughs> 受け付けておりますが、できる限り頑張っていきたいと思いますので、温かく見守って、 聞き守っていていください <laughs> さあ、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスから紹介していきましょう。FM コザメールアドレスはこちら。761アットマーク FM コザ .jp761 アットマーク FMKOZA.jp まで そして、えー、ツイキャス、ユーストリームでも同時でネット配信も行っております。ネット環境のある方はね、えー、ツイキャスアプリなど、ホームページからも、FM 講座のホームページからも簡単に見ることができます。もしコメントしたいなという時はね、まあ、メールだったり、ツイキャスのアプリからツイキャス、えー、コメントしていただけるか、まあ、ユーストリームでもね、同じくアプリを取って、 ニューストリームのアプリからコメントするという形でも探しやすい形でね、えー、参加メッセージ送っていただけると嬉しいです。今日もね、えー、3時までの30分間皆さんどうぞお付き合いください。さあ今日のね、めぐみ館のフリーライフ2テーマも決めています。と言ってもね、まあ自分で考えたわけじゃないんですけどね、 テーマの提供者がいましてね。はい。今日のね、えー、テーマは、まあ明日から4月ということでね、新しい気持ちでもで何か新しいことを始める人もいるんじゃないかということでね、4月から新しく始めたいこと、まあ始めようとしていることでもいい。始めようとしていることを、まあ始めたいことでもいいですね。そういう新しいチャレンジ、 まあ他のね番組とかでも送ってるかもしれ,、ま、知れないんですけれども、私にも教えていただけたらなと思いますので、今日のテーマは、4月から始めたいこと、始めようとしていることです。メールアドレスは、7 6 1あと m a c f m g o z a j p までお待ちしております。それでは、 今日のオープニングナンバーからお届けしたいと思いますよ。最近ね、結構この方たちの曲がね、よく聴く,くというか好きなんですよね。それで今日のオープニングナンバーを選んでみましたよ。それではお聴きください。マルー5で Hands o l d o b a r 俺ののさん <laughs> いやーあーおあ PGM を変えないといけないんだよねうんうんどうしようかなかこれで。 ないか。あ、サイガーさん。こんにちは。元気サイガーさん元気ね最近。最近。 さあ、時刻は2時39分を回っております。お届けしています。この番組は、めぐみかんのフリーライフ2です。お相手は、めぐみかんこと、池城めぐみです。今日は、ちと、穴声で、すいません。<laughs> はい、2、3時までね、えー、皆さんとゆったりまったりお話ししていきたいと思いますよ。 今日のテーマはね、明日から4月ということで、4月から始めたいこと、もしくは始めようとしていることでメッセージお待ちしています。メールアドレスは 761-fmcoza.jp です。 ツイキャスいっぱい来てますので、ザザッと紹介していきたいと思います。ええー、と、まずね、来ているメンバーの方から紹介しましょう。AKB ファンさんでしょう。タンオカさんでしょう。オノノノカさんでしょう。ハイビーさん。タロスケさん。中村さん。えっ、ー、と、タロさん。で、サイガーさん。ありがとうございます。 皆さん元気ですかこんにちは。えー、っとね、えー、っとね、えー、っとね、なんかね、女の子さんがね、今日普通に服着てるって言われてるんですけど、ということなのかないつもちゃんと服着てるつもりなんですけど、あなたの中には私は普通の服を着ているイメージはないのでしょうかちょっと残念です。 <laughs> はい。えー、またね、髪伸びたなと言われたりですね。まあ、そうですね、伸びたかもしれません。<laughs> でね、ハイビーさんもね、ちゃんのご飯食べて薬飲んだかなとちょっとすいません。もう心配かけてしまって、大丈夫ですよ。まあ、今週でやっつけたいと思います。で、えー、っと、そうそう、髪の下りでね、 あの、中村さんも失敗するの分かってるのに自分で前髪切って美容院に駆け込む心理が分からないときてるんですけれども、本当にね、何でしょうね。あの、一回自分で切ったい、切りたいみたいな。<laughs> そんなに自分のカットの技術が高いって思ってるわけではないんですけどね。とりあえず一回自分で切ってみたいみたいな。で、切ってやっぱり失敗するみたいな。<laughs> 不思議な心理が働いておりますね。でえー、っと中村さんこれあのねリスさんにね「三振っていうふうに返事してるんですけど中村さんは明日からまあ4月からですね始めようとしてること、まあ、始めることは、まあ、三振ということでいいんですかね いいですね、三振私もね、父がね、あのー、すごい三振は、すごく、子供の時、まあ、結構ね、小さい時から、ずっとお家で、歌、あの、三振弾いてね、歌ったりもしてくれてたんですよ。なので、まあ、いつかは三振習いたいな、なんて思ってはいたんですけど、今に、未だに、 三振の持つ手も、なんか、ぎこちなく <laughs>。やっぱりね、難しいですよね、三振ってね。一時ね、やろうと思ってたんですけど、なんだろう。あのね、指とね、手の動きがね、難しいの、あれ。まあ、何なんでも楽器ってそうだと思うんですけどね。すごいね。 できる本当に楽器できる人、本当に尊敬すると思います。尊敬しますね。そういう方に中村さんはなっていくんでしょうかね。楽しみです。えっ、ー、と、西川さんにね、最近どうですかと、スイキャスでコメンあの問いかけたところね、最近はつまらない過去笑いときてるんですね。 どうしたんでしょうか <laughs> そんな最近はつまらないなんて。もう、そんなこと言わないでよ。何があったんでしょう。仕事が多いそうです。<laughs> あれかな年度もすっていうのもあるのかな本当にね。頑張ってくださいね。えー、っと。おのののかさん。 普段は、高田組のような服を着ている、あなたの目には何が、何が映っているんでしょうかそれは私でしょうか結、結構、うーん、違うと思うな。<laughs> 着たことないですよ、そういう服は。はい。あ、中村さん、改めて、就活ですと、着てますね。あら。 就活かそうかもうそういう、そういう時期でも、まあまあ、じゃないって言ったらじゃないけど、そっかいいですね。でもまた新しくね、あの、環境も変わる方も多いですので、また違うところに、転職っていう形でもあるのかもしれないね。 いいと思うまた新しくね新しい自分を探しに行くっていうのもいいかもしれませんサイガーさんも乗っかって新しい仕事を探そうかなーなんてきてますけれども <laughs> 今の仕事大変なんですね頑張ってくださいねはいおのののかさん めぐイコールコーナ組のイメージなんだけどな。いつからですかね。こんな風になってしまったのは不思議です。それでは、<laughs> さほどひ、さほど広げもせずに続いてメール紹介していきます。早見愛する猛古会さん、いつもありがとうございます。みくりん、 じゃなかった。めぐりん。みくりんはね、今日はいませんよ。スタジオには。事務所で一生懸命仕事しています。頑張ってねって、AKB さんも言ってあげてね。FM 小座お聞きのリスナーの皆さん、こんにちは。はやみんです。もう、他局メールと間違ったわざとですが、 テーマ、明日から始めること。あれはね、運動不足なんでね、明日から夜ウォーキングしようと思ってます。おー、いいですね。以上だ。と。もうすぐ次の番組に行かなきゃいけないので、キーン、んじゃ懐かしいね、これね。懐かしいね、これ。理解いた。そうだ、なんだっけ、これ。あられちゃんか。 これいつかなあ。あられちゃんっていつやってたっけテレビで。ちょい自分もね、好きだったよ。よく見てたよ。調べてみようか。あられちゃん。あられちゃん。あられちゃんはね、ドクタースランプあられちゃんは、えっ、ー、とね、んあれ 1981年4月8日から1986年2月19日まで水曜日19時から19時半に放送されたって書いてあるんだけどあれ最終回1986年って書いてあるんですけど私生まれたの1991年なんですよあれあれ <laughs> あれ懐かしいとか言っちゃったんだけど、生まれてない、あれ <laughs> え放送してた時、生まれてない、あれまあ、いっか。まあ、いっか。ちょっとやっ、複雑な感じになってきたので、キーンバイチャ。そうね。 再放送だよねそりゃ見たのね。もちろん。再放送はいつ流れてたのかなま、あいっか。私が多分ね、小学校ぐらいの時にもね、再放送が流れてたと思うんだ、これ。多分。そういうことでしょうね。びっくりした。ふふふ。 生まれる5年前のやつを私は見ていたのかと思いましたよ。びっくりびっくり。ね、ツイキャスでもね、言われちゃったね。えー、出たもう今回まだ。えっ、ー、と、あ、サイガーさん、死休憩終わりお疲れ様です。お疲れ様です。いってらっしゃいか。また仕事頑張ってくださいね。 えっと、小野野さん、1980、少年ジャンプ。少年ジャンプにも載ってたんだ。サイガーさん、再放送だろ。ねえ。再放送だよね。絶対ね。ハイビさん、生まれてない。だからよ。びっくりしたね。生まれてない放送、懐かしいとか言っちゃったね。びっくりしたね。太郎介さん、アらレちゃん、リニューアルして放送してたよ。ああ、多分、それだ。 それだねそれしかないね。ですよね。ああびっくりした。<laughs> AKB ファンさん、あいそがし、爽快の話してたから、メール見逃した、わらわら、しょうがないね。また次回、見てください。<laughs> さあ、今日のね、テーマはね、明日から、明、ま、日、あ、からというか、 4月からね、始めたいことというふうに、あの、ミクリンのテーマ提供でお送りしていますけれども、私がね、始めたいことはね、なんだろう。考えてたんだけどな、忘れちゃったな。でもね、4月って言ってもね、明日金曜日でしょ であってまた土日が挟んでまた4日から始まるわけだからなんかあんまり気りが良くないよね <laughs> まあそんなこと言ってもしょうがないんですけど、まあ、私が始めたいことといえばねそうねさっきね AKB ファンさんが言ってたみたいにねウォーキング、まあ、運動不足をねどうにかね解消しないといけないなーなんて 思ったりなんちゃったりするんですよね。まあ、それはもう4月からと言わずに今から始めなさいっていうこともそうなんですけど。<laughs> まあ私の場合はね、うん、そうとね、私が始めたいことは、そうね、ウォーキングって言っときましょうね、私もね。それでは、今日ね、 隼愛する猛虎会さんのね、リクエストがあったんですよね。それを聞きながら今日はエンディングを迎えますけれども、それではちょっとね、少し聞いてみたいと思います。隼愛する猛虎会さんのリクエスト。I wish で明日への、あ、明日への扉。 間違えちゃった。違う曲かけちゃった。失礼。はい。では気を取り直しまして。<laughs> アイビッシュで明日への扉。 さあ、お送りしてきました。めぐみかのフリーライフツー。もう気づいたらこんな時間になっちゃいました。また来週もこの時間にお耳にかかりたいと思います。それではまた来週もお楽しみに。それではね、バイバイ。